ですね。さあ、それでは一発ギャグサイレントショートコント、はい、ではカジモネアコントでいいかな、じゃあ、はい、はい、ではショートコントということで、はい、ショートコントですね。1分間いきましょうか、はい、1分間いきましょうか。お、今回は徹子の部屋でいきますか。30分ください。できるか。いきますよ、お時間ないですよ。お時間ない、怒ってるよ、ほら。いきますよ。女子がイライラしてるわ。さあ、それではショートコント徹子の部屋。こんちゃん来いって言ってんだよ、こんちゃん来いって言ってんだよ。マイクじゃあ、はい。もう内輪差がすごいから、カジ君はすっごい巻き込まれるよ、気ぃつけや。もう内輪差がすごい。はい、では行きます。ほら、ポンちゃんこう言われてるから、はい、もう大型トラックやから、もう内輪差が。さあ、それでは行きましょう、ショートコント徹子の部屋。どうもこんにちは、黒柳徹子でございます。今日のゲストは梶明さんと、片桐はいりさんに来ていただいております。こんにちは。こんにちは。梶選手は滝川にご出身ということで。そうですね、はい。滝川二高っていうのは滝川一高の次っていうことはあんまり頭よろしくないっていうことでよろしいでしょうか。そうなんです。ちょっと失礼。失礼じゃないですか。ちょっと落ちこぼれの方の方たちっていうことで。いや違う、確かに。あなた淡路島出身なのね。あ、そうですか。淡路島、玉ねぎが有名だから。あ、そうですね。小さい頃、玉ねぎたくさん食べたの。いっぱい食べました。どんな料理を。そうですね、豚のネギ。案外普通なのね。うん、片桐はいりさんは宮城出身ということで。ババ。パパいましたね。30秒、残り30秒。呼ぶのね、あなた。チェンジ。どういうことでしょう。黒柳ってとかです。今日武井選手と今野選手と遠藤選手に来てもらいました。残り15秒。1932年生まれの今野選手ですけれどもね。あれ、前歯がなんか死んじゃってますね。生きてます。生きてますか。ちょっと黒いですよ。黒くないです。へこんでるだけです。あ、へこんでるだけなんですか。そうなんですか。そうなる。それ地毛ですか。地毛。終了。地毛やで、これ地毛やで、これなんだ。これは面白い。これなんだ。今日はね。はい、ありがとうございました。最高に切れてます。こっちの方が美味しいもんです。